はい、皆様こんばんは。青い部屋ニュースの時間です。8月6日、月曜シャンソンコンサート終わりの青い部屋ニュースネロでございます。どうもまさこですよ。あらったらったら。もうね、なんか今日はラッタラッタラにね、なんか夢中になってるみたいですけれども、先生大丈夫ですか、酔っ払ってあなたも。いつもでしょ。まあいつものね、皆様知らなかったかもしれないですけれどもね、戸川雅子で酔拳の使い手でございます。はい、酔えば酔うほど強くなるというですね、だから常に飲んでらっしゃるということでよろしいですか。常に飲んでるわけじゃないじゃん。まあはい。そういうわけでですね、本日の出演者の皆様にちょっとですね、お話聞いてみたいと思います。では、はい、シャンソン教室から、いらっしゃいます。そう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 。はい。岩本七子さんです。よろしくお願いします。今日はね、なんか本当にみんなね、言ってよ。はい。今日はね、岩本七子でございます。シャンソン教室の生徒で、ちょうど2年目になります。今日は自分の、歌を歌うですね、シャンソン教室の仲間に手伝ってもらって、さっき先生があらったらったらって言ってくださって、ノリノリになってたシャンソンダンムーブを5人の合唱でやったんです。結構面白かったですね。うまくいったね。あんなにね、ぴったりこうほらあれが合うと思わなかった。ね。コーラスね、コーラスのだからハーモニーがね。いや、私何にも知らないうちだった。偉いね、あんた先生だもん。いやいや、何を。それで、まあ、とにかくね、シャンソン教室本当に楽しいんですよ。はい、で、戸川先生にチキチキに歌を教えてもらえるし。歌だけじゃないの、いろいろほら、私も長いこと生きてるからさ、いろんなこと知ってんよね。なんだか、そうなんですね。それで、この歌が生まれたその背景とか、いろいろ知っちゃって。はい、まさに歌と人生を同時に学べるという戸川雅子のシャンソン教室でございますね。もう楽しいですからね、皆さんに一人でも多くの皆さんにね、この楽しみを味わっていただきたい、そして一緒に歌を歌っていきたいって思ってます。よろしく、はい、ぜひよろしくお願いいたします。では、はい、本日初登場でございます。ね、ありがとうございます。山口のりでございます。はい、山口のりさんです。すごく楽しくて、戸川さんはやっぱすごいなと、やっぱりこの人生を生き抜いてすごいなと思って、本当に感動しました。そして本当に先輩方たち、ありがとうございました。嬉しいです。またよろしくお願いします。ブログやってます。男募集中です。はい。男とブログでよろしくお願いいたします。山口のりで検索すれば出てくるんですか。はい。出てきます。山口のりののりはですね、竹冠の模範の範。そうよ。人の模範となるようにとつけてください。全然逆方向に進んでる山口のりさんでございました。はい。では、はい、続いて、今回3回目ですか。はい、じゃあ村上りささんでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当に今日で3回目なんですけれども、本当にもう10年も前歌ってるような、そういうあったかい皆さんで、本当に、もちろん戸川先生とか根野さんあったかいんですけど、共演者の方がいつも皆さんあったかくって、本当にファミリーっていうか家族っていうか、こんな楽しく歌えて、歌っちゃっていいのかなと思うほど楽しくて、はい、本当に幸せなライブでした。今度ですけれども、1月の28日にまた出させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひね、チェックしていただいて、あれですか、リサさんは何か調べれば出てきます？いや、まだやってない。あ、なるほど。じゃあちゃんとやりますんでね。はい。ぜひね、リサさん1月の28日よろしくお願いいたします。皆さん。よろしくお願いいたします。はい。はい。では本日の大トリでを務めていただきました。はい。もう本当にね、ちょっとずいぶん前の話で、いろいろご質問もいろいろと大変にも人生いろいろ大変です。そう、大々皆さんにとっては大々先輩ですよ。はい、池田ひろ子さんでございます。今日初めて面白くございました。なんかいろいろショッキングだったと聞いてますけど。隣もショッキングですけど、でもまあね。ありですもんね。なんでもありなんだよ。老若男女。その他にいろいろ。まあこれだけ生きてくればもういろいろもうねもうあるなっていう。まあね、睡魔は前もねもう噛み締めてきましたから、ね、人間ですよ。そうそう、ヒューマンですね。はい、もう初心に変わりましたね。ありがとうございました。今日本当にね久しぶりに会えて嬉しかったよ。でもね、ぜひこれからもね、一緒に、ね、お願いします。よろしくお願いいたします。でも本当にですね、今日の月曜シャンソンコンサートもう本当にね、涙あり、笑いあり、本当にですね、皆様楽しい月曜シャンソンコンサートを過ごしていただけたんじゃないかなと思ってます。これからもですね、毎週月曜日は渋谷でシャンソンということでですね、月曜シャンソンコンサートを続けていきますので、ぜひね、出演者の皆様方、他でも歌われている方もいらっしゃいますので、ぜひね、チェックしていただいたりですね、そして月曜シャンソンコンサートのスケジュールも青い部屋 .com で調べていただければですね、出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひね、皆様これからも一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あんた来るんだよ。そうよ。分かった。あんたに言ってるのよ、あんたに。そう。では、そういうわけでね、皆様じゃあ最後に。皆様じゃあ月曜日は渋谷でシャンソンということで、月曜シャンソンコンサートみんな来てね。よろしく。よろしく。ありがとう。